発戦争になり、本日はお忙しい中、小松通信にお立ち寄りいただきまして、誠にありがとうございます。こちらのコーナーでは、象さんの肌のような超多関節アームを持つ、とってもユニークな小松スパインロボットをご紹介してまいりますので、どうぞお近くでご覧くださいませ。この小松スパインロボットは、アーム部が超多関節となっておりますので、あたかも象の肌のように自由で柔軟な動きが大きな特徴となっています。下半重量は最大 5kg、 塗装作業速度は 1.5m/s という実力を持っています。人間の目と同じようにアームには70度あり、人間の背骨のように動かすことができますから、障害容器部分の塗装作業を想定した実演を行います。ご覧くださいませ。従来困難だったリンクの内側も容易に作業できますね。動きもとってもスムーズです。この柔軟性と長いリーチにより塗装カバー率が大幅にアップいたしました。反対に設置動作はリーチングボックスを使用いたします。ガイダンス機能によりリーチングボックスの表示に従いキー入力をするだけで OK ですから、とっても簡単。リーチングや冷感修正などの手動操作は全てリーチングボックスにしまし、少量生産はもちろんのこと、大量生産にも十分なメリットがございます。特に従来はプログレッシブ重層型で加工されておりました製品をこの RV ロボットシステムに置き換えることにより、金型のローコスト化、金型の単量化、そして設計変更の質量でプレスへの材料供給取り出しを行っているのがお分かりいただけますでしょうか。ご覧のように慣性の影響を受けることが少なく、常に正確な作動を得ることが可能となっております。またこの RV ロボットは各プレスのクランク軸と同期して作動するプレス直結連続運転です。